鹿児島国体をはじめ、国の内外のスポーツ大会で活躍した県内の選手、団体を称える知事表彰スポーツ部門の表彰式が行われました。今年度は29人の個人と18団体が受賞し、受賞者数は過去最多となりました。知事表彰スポーツ部門は、毎年世界選手権やアジア大会などで優秀な成績を収め、県内のスポーツ振興などに貢献した選手や団体に贈られます。式では塩田知事が去年の鹿児島国体での県勢の活躍に触れ、多くの県民に夢と希望と勇気と感動を与えたと選手たちの活躍を称えました。今年度の受賞者は、世界マスターズ水泳選手権自由形50メートルと100メートルで共に世界新記録で優勝した古川徹選手ら29人と、国体体操競技で県勢初優勝を果たした青年男子団体など18団体で、鹿児島国体での県勢の躍進を受けて過去最多の受賞者数となりました。表彰状やカップなどを贈られた受賞者たちは、喜びの表情を見せる一方で、早速次の大会に向けた意気込みを語りました。稽古とかも頑張ってきたし、国体に向けていろんな遠征行ったりとかしてきたので、頑張ってきてよかったなと思います。とても貴重な機会をいただけてすごく嬉しいと思っています。来年からは大学生になって、レベルアップしっかりできるようにコツコツと頑張っていきたいと思っています。はい、表彰された選手の中から、もしかすると今年のパリオリンピックに出場する選手がこれから出てくるかもしれませんので、そのあたりも期待したいと思います。